昨今から発売された名作サバイバルホラーの TA ハージもあるよ。まずは実機、型番、読み込み速度の証明。この動画は、PS1 無印バイオハザードの印編の TA です。なのでタイム計測は、クリア後のリザルト画面を TA の結果として扱います。なので、のタイマーはあくまで目安とお考えください。使用ソフトは1997年9月25日に発売された、バイオハザードディレクターズカット。使用機器は、PS2 の SPCH9000、最後に発売した PS2 ですね。この PS2 の本体設定で、ディスク読み込み速度を高速読み込みにしております。この設定をするかしないかでタイムが大きく変わってきます。最後にタイマースタートはキャラクター選択時、タイマーストップは信号弾打ち上げ時になります。それでは実写クリスの迫真の演技をどうぞ。ニューゲームからオリジナルを選択。はい、用意スタート。ムービーはバッサリカット。じゃあ行きましょうね。早くしよう。そういえば、なんで今更 PS 版バイオハザードの TA を走ってるのかというと、バイオハザード RE さんのプロモーション映像を見てると無性に過去作からやりたくなったからです。仕方ないね。ストーリーは、アライグマシティ郊外で起きていた猟奇殺人事件の調査で、グラブ王チームが行ったところ通信が途絶えたので、アルファチームがグラブ王チームの捜索のために現場へ向かったところ、異様なただのに襲われ全員が近くの洋館へと避難したという内容です。クリス is our old partner, you know. Okay, let me handle this. Stay alert!ここから操作開始。左上を入力し暖炉に向かいます。What is this? What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. ムービーが終わったらすぐに暖炉にあるエンブレムを取り、バリーの後ろを越えて奥のドアに入ります。行きますよ、行く。入ったらすぐに左手奥へ。チラチラ初登場したゾンビをチラチラと見たら一目散にダイニングルームに逃げます。バリー？ What is it?It's a monster! Let me take care of this. What is it? Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker. ウェスカーに報告するとのことなのでホールに戻ります。Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. ウェスカーがいなくなったので探します。おめえどこ行ったんだよ、おめえ。逃げやがってよ。階段裏を見れば終わりです。探す気ないよね。ないわね。Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well.It can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Who is it? Okay, I'll try the door on the opposite side.
This mansion is gigantic. Hey, you! We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Oh, he's there. Thanks. Maybe what I'll need it. Hell? Let's report this to Wesker. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. This time, I'll be there. では、さらばだ！反対側を調べるということで、青い扉に向かいます。せっかくだから、俺はこの赤の扉を選ぶぜ。ここは階段に引っかからないように右の扉へ。お、開いてんじゃん。ここは敵がいます。来たね。でもこのまま走り抜けます。今度こそ敵はいません。そして、ここは曲がり角が多いので、コーナーで差をつけろ。私は負けない。すぐに青の扉へ。一歩歩いたら右上を少し入力し、ゾンビと接触したタイミングから、徐々に強く右上を入力することにより、ゾンビを押しのけて進むことができます。そして、ここのアイテムボックスで、ナイフとベレッタを預け、除草剤を取ります。ジル編では最初で最後のアイテムボックスになります。またね、アイテムボックス。いろいろありがとなー。少し左に向き前進し階段の上へ。階段を登ったら右手奥に行き、ゾンビにわざと噛まれ、奥のドアの鍵を外し入ります。わざとなんだからね。そのことか？そうだよ。左上を入力、右上を入力でゾンビを避けられます。ゾンビを端に誘導してから空いた隙間を通ってゾンビを避けます。これはラジコンバイオのゾンビを避ける方法として、最もポピュラーな避け方になります。ベリー！ジェル、what's going on? Any clues? No, but something's wrong with this house. Whoa! This hall is dangerous!Maybe it's better to secure our escape route first. There must be a back door somewhere. Let's try to find it first, shall we? Okay. Let's separate again. Just a moment. I've found something. What is it? It's a weapon. It's really powerful, especially against living things. Better take it with you. But how about you, Barry?I have this. Thank you. I'll take this then. ここで硫酸弾をもらえます。でも、持ってない銃の弾だけ渡されてもなぁ、すぐそこで拾えるけれども。というわけでバリーから硫酸弾をもらったので、武器を拾いに行きます。ここは血痕を調べないように注意。奥の方にフォレストの遺体があるので、グレネードガンを拝借、遺体を調べてしまうとカラスが襲いかかってくるので注意。今の段階でタイムが8分30秒以上ならリセット。ギリギリ超えてないので続行です。今手に入れたグレネードガンですが、ジル編の主力武器であり、今回の TA では、このグレネードガン18発分しか発砲しません。ぴったり打ち切りますので1発でも外した場合再装です。ホールに戻ったらバリーが行った方へ。ここでは邪魔なゾンビを倒し、倒したら6回半ゾウを押すのですが、完全に忘れて先にゾウを押してますね。はい、よせなよ。申し訳ありません。
んじゃねえよ。ああ、ここ像を落としたのに金属音鳴るのおかしいよね。おかしくない？ここのゾンビはゲロしか吐かないのでさっさと通り抜けます。気持ち悪いです。ここは窓際と曲がり角にゾンビがいますが、道が広いのでゾンビの反対側を通り抜けます。ただゾンビが構えるまででしたらインコースでも通り抜けられます。失敗率高めだからやらないけど、ここのゾンビは普通にしていたら噛まれないので無視して奥の部屋へ。ここに行ったら除草剤をしよう。あなたは相変わらず騒々しいわね。除草剤を使ったら鎧の鍵を入手。鍵以外にも脱法ハーブがありますが、ジル編では使わないのでスルーして退出。次は先ほど行かなかった道に行き、通りのゾンビに噛まれないように通り抜けます。右のかゆうま部屋はスルーして奥の扉へ。するとケネスが美味しくいただかれていた部屋に戻ってきますので、ケネスがいた方とは逆の奥に見えるでかい扉ではなく、見えにくい左の扉の方へ行きます。入ったら U の字に動き、棚を 1.5 回押します。中になぜか月光の楽譜があるので入手。なんで取ろうと思ったんですかね。そしたらピアノに行き楽譜を使用して弾きます。この状況でなぜ月光を弾こうとしたのか。これがわからない。どうや聞こえるか。地の音は聞こえません。引き終えると謎に隠し扉が開きます。これはどうしたんだ？トリックだよ。奥に行きゴールドエンブレムを入手。入ってきた出入り口が閉まるので、ダイニングルームで取ったエンブレムをはめます。よし、じゃあぶち込んでやるぜ。それではゴールドエンブレムを入手したので、ダイニングルームにはめに。行くよ、行くよ。ダイニングルームに戻ってきたらゴールドエンブレムをはめます。そうすると置き時計がスライドして、一番苦手とする難所へ続く扉の鍵が入手できます。が、今は放棄し青い宝石だけを入手します。鍵の方は後で取りに戻ってきます。はじめはまっすぐ、柱のところで右上、抜けるあたりで左上に入力すると、きれいに階段を登れます。右の階段を登り、上がったところの扉に入ります。正面右手に鎧の鍵で入れる扉があるので行きます。まっすぐ行って曲がったらイベント。Richard, what happened? Oh, Jill, this house is dangerous. There are terrible demons. Ouch! You're wounded. What kind of demon attacked you? It was a huge snake, and also poisonous. あかん、これじゃ患者死ぬ。患者死ぬねん、こんなぐらいじゃん。Richard, hold on. There is serum. Oh no, I should have brought some with me. No problem.
I'll go and get it. Thanks. 大丈夫ですか？おやすみなさい。すいません。はい、道がわからないんで教えてください。なんだか。わかりません。というわけで結成を取りに行きますが、このタイミングで食堂にあった鍵と、次の場所に進みために必要になるアイテムも一緒に取りに行きます。まずは食堂へ。食堂に来たら、右に進みたての鍵を入手。入手した後は、そのまま奥の扉へ。すぐ右の扉へ。3歩進んだら右に大きく曲がり、左上で調整しながらゾンビの隣を通り抜けます。ね、簡単でしょ。部屋に入ったら中央に虎の像があるので、右目に青い宝石をはめます。するとインドークレストが手に入ります。ああ、もうイライラする。これが終わったら部屋を出ます。もう二度と来ません。コルトパイソン。知らんな。出たらゾンビの左後ろへ。ゾンビが左旋回を始めたら右から抜けます。ここはまっすぐ行って左に曲がり、階段脇の部屋に入ります。そしたら棚に結成があるので入手。今回はここまで。ご清聴ありがとうございました。